ヒロキもなんかこごれんの。あ、31。あ、はい、団体戦個人戦両方両方月1でこれから試合ある。ここ連が、はい、あ、やってくれるんだ。11月に来年の春の予選始まるんで、うん、はい、ガク、大きくなってねえぞ。食ってんのかちゃんと。個性、名前が響き渡ってこないぞ、ジャンボ亭に。え？知恵もない。もう痩せすぎやろ。そうっすか。あ、でも確かに痩せましたけど。結構5キロぐらい痩せたろ。今、80ないぐらい。80ないの？80ないのかよ、お前のその体格で。ずっと筋トレやってましたもん。それで脂肪落ちますね。これじゃカリッカリって言われるぞ。まあ僕で。え？食事制限してる。あ、それは何もしないです。好きなもの食って。はい、普通に両飯で食べてみたいな。レッサーのコメントで見て笑ってた。え？アンチのおじさんだろ。いるんだよ。あんたは必要ないと思ってから。誰が反対です。違う、このラウンドに宮下さんは必要なんですよ。じゃないジュニアが自信なくなっちまうよ。これが当たり前のコースだと思ってだけど、これコースやったら全部オパリチャンスやから。どういう風に作ってるんですか、コースって。これをコースまだ回ったことない。回ったことないです。どこ行ったんだ。あの絵の中に入れたら、あの芝刈ってるところってことですか。この中に1回で入れたら、まあまあグリーン小さいですね。まあまあどこじゃない。あれワンピン半ぐらい。ワンピン半ですか。あ、もうバーディーチャンス満喫。全然まだ1日3回乗ったらすげえ。あ、そうなんですか。この風だったらまだいいけど、強風だったらやばいですね。
宮下さんが初めて2センチぐらいの2センチぐらいですかね、これマジこんなだった。だってピンに迫りつつ昔トスでちゃんとカップ作ったやないかいな。そうだっけ、何ホールか、何ホールかっていうか、これアトムスっていう海外のクリックです。あんま日本で使ってる人いないですね。つぶやきらしいんだけど、基礎練習って何から始めるんですか。俺の方に質問来てるんだけど。素振りじゃないですか。え、何素振り素振りから、うん、違うだろう。なんかマット並べてたって言うんですか。ハヤトとガクにあの重いやつあった。よ、青いシュンちゃんが売ってるやつとか。よ、ホワイアン。もう正面に。歩きまくってきた。80g。はい。80g。いやこれロケーションなんですよ。ロケーションなんですよ。クールクラブスっていうところでフィッティングしに行った。これが一番合ってるってなる。このシャフト。フジクラのアトムスです。フジクラ。はい。海外のやつなんですけど。アトムス。65。いや、60の S です。60の S? はい。これが合ってるってこと。ここで60の S だよ。後世の60の S が合ってるんだって。言われます。あんまシナリオ使って、なんか…シナリオ使って打つなって。打たないタイプだから、左やつ。シナリオ使わないタイプなんで。柔らかくてもいいよって。あんま硬くても意味がないみたいな。当たり負けして左行かねえだけだこれ15度です。これはその同じシャフトの
あの M2 のアホみたいなとこスポンサー。あ、まあ、寝ないいい手箱。いい手。ただのおっさんが練習してるだけだ。マジレンじゃないし。マジレンもコスレンも一緒だろ。ただ球打ってるだけですから。じゃあね、靴ちゃんと履いてるってね、ちょっとガチで。いや最近あれなんだよ、もうなんか 前の靴もうボロボロになっちゃったんだろ。足滑ったら。いや寒いだけ、寒いから。指先、そうだよ、サンダル指、しかも蚊に食われるじゃない、指先蚊に食われるよ、ここ、うん、そのさ、そう足首のそのちょっとした隙間行かれるから。そうもういないでしょ、蚊だろうな。ちょこちょこ